全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部コタクです。よろしくお願いします。さあ、今日なんですが、ちょっと週末できなかったニュース速報のお時間でございます。今日はですね、池袋暴走事故による飯塚幸三氏の事故及び裁判での証言について、こちらがまた話題になっておりまして、ネット上ではね、いろんな情報が転がっていますんで、分かりやすくまとめてきました。そして本日はですね、もう少しこういったものに踏み込んでみようということで、ちょっと新しい試みではあるんですけど、動画の中僕自身もそうですし、世間やネットでの疑問の声っていうのをね、専門家の方の意見も聞いてですね、この件についてね、少し掘り下げていこうかなと思います。今回は動画の後半に現役のね、弁護士の方にお話を聞いているので、そちらの方も聞いていただければなと思います。ではまずですね、念のためにざっくりと事故の解説していきたいと思います。池袋暴走事故、これは一昨年の2019年の4月、東京都の池袋にて走行中のプリウスが時速96キロ以上の速度で赤信号の交差点に進入し、横断歩道を通行していた人を次々と跳ね、親子2人を死亡させ、9人に怪我を負わせたという事件でございます。この事故の罪に問われているのが、旧通産省工業技術院の元委員長飯塚幸三被告でございます。まあ、これ状況からして高齢者運転による事故と思われて、その後の対応を含め厳罰化を求める声や署名活動なども行われました。まず去年の10月に行われた初公判の際にはですね、初っ端から起訴内容というのを否認したんですね。飯塚氏の主張としては、アクセルを踏み続けていない、車に異常が生じて暴走したと、まあ、自分の運転ミスではなく、事故はあくまで車の不具合によるものという主張をしたんですね。そしてそういった主張というのはその後もずっと曲げることがなくですね、つい先日の4月27日にすごく長引いた7回目の公判が行われました。その際の飯塚氏の主張をまとめるとこうです。1つ目、事故直前40キロから50キロで入っていると、突然アクセルを踏んでもいないのに車が加速した。2つ目、車が暴走していることに気づきブレーキを踏んだ、しかしますます加速した。3つ目、視線を落として確認したら、アクセルペダルが床に張り付いているように見えた。4つ目、車が制御できずパニック状態になったと、まとめるとこんな感じだったんですね。まあ、これがね、報道されて皆さんがどう思ったかっていうのは見ればわかるんですけど、運転手の操作ミスなのか車の不具合なのか、まあ、あくまで本人は否定しているという状況ですね。そして実はね、新たな事実として分かったこともあります。まあ、まず走行時の記録装置にはしっかりとアクセルを踏み込んだというデータが残っていたりとか、周りの目撃証言からブレーキランプが点灯していなかったということが発覚してるんですね。まあ、証言とか状況を見ると、まあ、運転ミスっていうのは明確なのかなと思いますよね。でこれはね、日本中多くの方も同じ意見で、まあ、ネット上では今も上級国民は裁かれないのかとか、また批判の声が相次いでるというわけなんですね。まあ、これに関しては無理もないと思うんですよね。まあ、本当人命を奪っておいて謝罪もなくて、自分には一切の責任がないです。まあ、これで納得する人って絶対いないと思うんですよね。まあ、踏み間違えたって意識があるのかどうかわからないんですけど、自分の過失はまず認めるべきなんじゃないのかなと思いますよね。じゃあなぜ飯塚氏は7回にも及ぶ公判で判決をさらに先延ばしにしようとしてるのか、まあ、これが今ネット上でいろんな憶測が飛び交ってるんですが、まあ、一番言われているのが、最高裁まで持っていって裁かれないまま寿命を迎えようとしてるんじゃないかという意見です。確かに飯塚氏っていうのが今年で89歳、まあ、なかなかの高齢なんですね。でまた最高裁まで持っていくってなったら、また何年もかかるという話は聞いたことがあるんですね。これはその裁判の制度ではもちろんありますけど、これが本当に通用していいのかなと、ちょっと言葉難しいですけど、これじゃ本当に泣き寝入り状態なわけじゃないですか。そんなことがあっていいのかなと感じる人もね、すごい多いと思うんですよ。まあ、世間の方では今のような意見がたくさん言われていて、まとめると裁判の引き延ばしだったり、上級国民なら裁かれないという状況はあるのか、まあ、そういった疑問というところを本日はですね、現役の弁護士さんを呼んで、いろいろとオンラインの方で聞いていきたいと思います。今 SNS 等でも活動しておりますアトム法律事務所弁護士の岡野武先生という方に来ていただいております。知ってるなという方もいらっしゃると思いますんで、早速お話をお伺いしてみたいと思います。あ、もしもし。もしもし。あ、本日はお時間ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっと今早速本題なんですが、はい、今また話題になっております飯塚幸三氏の交通事故の裁判についてのお話なんですけど、はい、まずですね、飯塚幸三氏、報道の中であまり謝罪を行っていないというような報道がたくさんあってですね。そうですね。はい、世間では裁判によって不利になるからじゃないかっていうふうに言われてるんですよね。それって実際にその裁判を行う上で決着が出るまでに被害者の方に謝罪を行うと裁判が不利になるというようなことはあるんですか？はい、基本的には、はい、それはどちらかというと逆で、しっかりと謝罪を行って賠償した方が罪が軽くなる。あ、逆なんですか？そうですね。ちゃんと謝罪をしたことを賠償したことっていうのは、まあ、判決の、まあ、量刑の理由、どれぐらいの罪の重さにしたか、刑罰の重さにしたかというところの理由のところに、まあ、必ず出てくることなので、単純に罪を軽くするというところだけであれば、まあ、謝罪を行うっていうのが、まあ、一般論としては言えるところになります。はいはいはい、今回なぜ、飯塚氏の場合は謝罪をあまり行っていないのかというと、はい、ただやはりもう前提とする事実関係のところで、かなり食い違いがあるので、
まあ、その部分で態度が硬直して、まあ、謝罪を行っていないんじゃないかなというふうには考えます。なるほど。じゃあその、はい、自分の罪を認めていない状態だから、その謝罪ってことは行っていないっていう状態なんですか、ね、そうです。ああ、なるほど。はい、あ、じゃあそういったその事実を認めた上だったら、その謝罪したりとか、しっかり真摯に向き合った方が罪は軽くなるけど、今回また裁判中で食い違ってるから謝罪が行われてないっていうことなんですね。うん、多分そういうことになりますね。ああ、なるほど。はい、じゃあちょっとあの、似たような質問ではあるんですけど、ブレーキを踏んだんですけど、あのブレーキが効かずにあのどんどん車が加速していったっていう主張なんですけど、結局これ現場検証の中でそのブレーキを踏んだ跡はないというか、目撃証言の中でもそのブレーキのランプは全然点灯していなかったっていうようなことがあるんですよね。はいはい。これが世間ではそのこれは車が故障してたというのは裁判を長引かせるためにやってるんじゃないかっていうことがあるんですよ。そういった形で裁判引き延ばそうとすることって可能性としてはあり得るんですかね。これ可能性としてはあり得ます。ただ真意はやっぱりわからないですね。やはり年齢を考えると、まあ、これから第一審まだ審理の時間がかかって、第一審で不服申し立て控訴すればそれでは確定しないので、また高裁でもう一回裁判やるみたいな形でやると、まあ、裁判の確定までまあ相当期間かかると。そしたら実刑判決が出たとしても、はい、あの刑務所に入らずにその前にまあ亡くなればもちろんそうですし、まあ、あとやっぱり体が弱った場合っていうのはあの通常の交通刑務所には入らないことになるので、やっぱそういうところを踏まえて長引かせてる可能性というのはもちろんあります。やっぱり裁判って自分の記憶、自分の主張を、まあ、話してもそう大丈夫な場所なので、まあ、自分の記憶はこうだということで、まあ、話しているっていうふうにも見えますし、まあ、いろんな捉え方ができる部分だと思うんですけども。あ、まあ、それは一概にこれが理由だからこうしてるんだろうとは言いづらいということですよね。そうです、まあ、100% こうだっていう断定はできないですけども、まあ、裁判を長引かせている可能性はあるぐらいの感じになるのかなと。そう、じゃあここってそういったやり取りって実際にその自分の弁護人の方とそういうやり取りっていうのはあったりするんですかね。する部分もあると思うんですが、まあ、弁護士の仕事としてはやっぱり一番はですね、その時の本人の記憶とか、まあ、そういうものを、ちゃんと法廷の場に出すというところが、まあ、仕事の一つになるので、本人がどうしてもあのいや俺の記憶はこうなんだということで言い切られてしまうと、弁護士としてはやっぱそれ以上何もしようがないんですよね。あ、それ以上こうしなさい、ああしなさいというふうにはあんまり言えないっていうことですか。そうですね。まあ、記憶の確認はできるんですけども、本人がいやいや俺はちゃんとブレーキ踏んだけどもとか、あの勝手に暴走したって言われたら、それ以上弁護士としては何もできなくてですね、逆にその被告人の言うことと違うことを弁護士が法廷で勝手に主張とかしたら、それはそれでもあの弁護士が懲戒処分とか受けるような、またそれはそれで問題になってしまうので、まあ、世間からの批判もありますし、なかなかあの難しい立場にあるのかなというのは、はい、あ、そうなんですね。まあ次の質問にもつながるんですけど、まあ、記憶の中では実際はブレーキ踏んでないよってもし本人が言ってて、それをまあ弁護士の方も聞いてたとして、はい、その上でブレーキ踏んだってことは言わなくていいよとか、そういった事実のことを曲げようとすると、やっぱりものすごい厳しい処罰がされたりするっていうことなんですか。はい、そうですね、基本的にはやっぱり弁護士もそこをねじ曲げるということは、まあ、ないというか、記憶の通りに話してくださいというところがベースになるので、まあ、本人がそこをまあ言い張るのであれば、それしか弁護士としては乗り得ない部分になっちゃいますし、なかなかそこをその被告人と一緒にどうこうっていう一線を越えてしまうと、それはそれでまた弁護士も処罰を受けるので、放送倫理というか弁護士倫理といういろんな、まあ、法律もそうですし、その内部のそういう倫理規定みたいなものに縛られながら仕事をすることになるので、うん、まあ、その範囲内でやれることをやってるということにはなりますね。あ、そうなんですね。うん、で今もう裁判始まってからだいぶもう1年以上経過してると思うんですけど、はい、ものすごい大きな交通事故だったと思うんですけど、こんな形で、はい、どんどん長引いてあることなんですか。いや、今回は、まあ、特別に長いですね。ああ、特別なんですか。はい、特別に長いですね。やっぱりもう事実関係を全面的に争ってるっていうところもそうですし、まあ、認めの事件であれば、はい、あの本当に3回ぐらいで終わるような審理のスケジュールになるので、うーん、まあ、2ヶ月3ヶ月ぐらいで終わるのが、まあ、一般的なところ。まあ、今回あの事実関係根元から争って、まあ、いろんな証人が出てきてっていうところで、やってるので、まあ、ちょっと時間がかなり長引いてますね。あ、今回は特別結構長引いてるっていうことなんですね。そうですね。はい、じゃあこれって別に交通事故の裁判に限らず、事実確認のところで争うってことになると、はい、裁判自体が長くなることっていうことは結構あるんですか。
それあります。あ、これ、あの、事実関係を争わなければ、基本的にその調書といって、検察官が作った書面とか、捜査機関が作った書面に基づいて審理が進むんですけれども、あの、事実関係を争った場合というのは、その調書が使えなくなって、全員証人尋問していかないとダメなんですよね。なるほど、証人をつけてどんどん争うという形になるんですね。はい、そうです。今までその目撃した人を一人一人読んで、実際に裁判官に話を聞いてもらうっていう、そういう手続きを踏むことになるので、時間がかかることになる。あ、変わってくるんですね。その認めた場合、調書を取って検察側がこう主張したりはできるけど、こういった場合の時は証人になるということなんですね。そうですね。ああ、そういうことなんですね。じゃあちょっとあの次もものすごい、もう最初からずっと言われてたことなんですけど、まあ、今回この交通事故で上級国民という言葉がすごい話題になったと思うんですけど、まあ、こういった、まあ、俗に言う上級国民と呼ばれる方々、これって本当に逮捕しづらいっていう噂は本当なんですか？これはまあ、見方によってはそう、まあ、どこまで状況かにもよるんでしょうけど、まあ、ただ今回の飯塚氏の場合は、個人的にはまあ逮捕をしなかったっていうのは、警察としては確実に有罪を取りに行くためにまあそうしたのかなというような気はしましたけどもね。これどういうことかっていうと、逮捕してしまうと時間制限があるんですよね。はい。で、20何日間の間にもう全部捜査基本的に終わらせてってやらないといけないので、高齢じゃないですか。身柄を取って捜査したりすると、裁判で例えば、いやいや、こんな老人を逮捕して自白取ったとしても、そんなん調書無効だみたいな主張が出かねないので、まあ、そういう年齢の点考慮したら、あえて在宅捜査に切り替えて、まあ、自宅から通ったにもかかわらず、ここ罪認めましたよねとか、事実関係認めましたよねとなると、後々証拠として有力なので、その被疑者が高齢な件で、まあ、高齢であることを理由に逮捕せずに在宅に切り替えるというのは、まあ、特に上級国民とかじゃなくてもまああり得る。あ、そうなんですね。一律には言えないんですけど、まあ、意見ではその在宅に切り替えたのもその忖度しているというか、身柄を拘束しない、まあ、逃亡の恐れがないからっていうのももちろんあるとは思うんですけど、これまでのニュースの報道とか見てても、結構60代超えた方が、交通事故起こしたらその場で現行犯で逮捕とか、そういったのがある中で現行犯ではなかったので、まあ、そこのやっぱ大きな違いって、確実に逮捕するためって捉えた方がいいんですかね。それはやっぱりその一般の方は逮捕っていうこと、行為自体が一定の何か刑罰的なもののイメージがあるから、そう感じられると思うんですけども、まあ、法律の手続きの観点から見ると、逮捕するかどうかってそこまで重要じゃなくて、最終的にちゃんと事実に照らして有罪判決が取れるかどうかっていうところの方が重要なので、あの、無理に逮捕して後々の裁判がちょっと崩れるのであれば、在宅捜査に切り替えて確実に証拠積み重ねていくっていうのは、まあ、捜査の手法としてはあるのかなと。事故が発生した段階で、例えば、いや俺はこういうつもりじゃなかったとか、こうちょっと否定が始まった段階で、これ結構長くなるぞっていう風な判断があって、在宅に切り替えたっていう可能性もあるっていうことですか。そうですね、まあ、その本人の主張動向というやっぱり年齢的なところ、年齢的なところで、まあ、大きな事故なので、まあ、病院に行ってたかどうかとか、なんかそういうところも踏まえての、あの、捜査の逮捕するかどうかの分かれ道で、まあ、その逮捕しなかったこと自体は、私個人的にはそこまで一般的な刑事事件の手続きに照らしておかしいかというと、まあ、そこまでは感じないかなというところですけど。ああ、そうなんですね。一つのやり方かなっていう。はい。ああ、じゃあそこに関してはそんなこう上級国民だからっていうようなことはないんですかね。というような気がしましたね。まあ、で、最終的にちゃんとあの起訴まで持っていって、はい、裁判もしっかりと証人も全部出して、で、今回多分有罪判決取るような流れになってるので、この忖度っていうのはそんなに。ちょっとその判決のところで、ネットとか、そういった世間でこう、過度にこういった事件を批判すること、社会的制裁をもう受けたっていうふうに見られて、減刑につながるっていうようなとこを見たんですけど、それは本当なんですか？はい、まあ、そういうケースもありますが、今回は多分、有罪判決が出て、その判決の理由のところに、そこは書かれないんじゃないかなって気しますね。あ、書かれるときと書かれないときがあったりする。そうです、はい。あ、そういうの？やっぱりその社会的制裁を受けたことを踏まえて、刑罰を軽くしたときは、やっぱり量刑の理由のところに書かれるので。あ、やっぱそういうパターンも実際にあり得るんですね。むしろその世間の刑が軽くなる方向にはあの作用しないと思いますけどもね。あ、そう。なんかその警察とかでよく、こう今世間が注目してる事件だから絶対にその犯人を捕まえるみたいなことって聞くじゃないですか、すごい注目してるから躍起になってるみたいな、だからそういったのと同じでじゃないですけど、世間がこうものすごいどうなってるんだっていう状態なわけじゃないですか、なお厳しくするっていうこととかってそこまで関係ないんですか。まあ、あの有罪になるとしたら、まあ、ほぼ実刑判決が
まあ、確実視されるところなので、そこが量刑の理由には、多分出てこないのかなっていう気しますね。あの小室哲哉さんが、はい、あの詐欺で有罪判決受けた時、はいはいはい、あれすごく詐欺の金額が何億円って5億円ぐらいですごく高くて、普通だったらまあ実刑になるんですけれども、まあ、ちゃんと弁償もしたし示談も締結できてて、でその時はそれこそ社会的制裁、言ってもその音楽家としての地位をまあ失ってどうこうみたいなとか書かれた可能性はありますね。執行猶予とかになるときに書かれることが多いので。ああ、じゃあもうその社会的制裁というか、その判決が出る前にそういったところの、まあ、責任をというか、もう自身でこう解決してたりとか、まあ、今回のケースだとちょっと例えづらいんですけど、まあ、そういった詐欺だと、ね、あのまあ、お金を全額返してて被害者の方とはもう示談がほとんど成立してる状態とかいうことが、そういう、まあ、原型の一つになったりするっていうことですか。そうですね。まあ、それプラスアルファ、例えば勤めてる会社もクビになってまた一から全部出直すような立場になったとかであれば、まあ、そういうところでもまあ不利益受けてるので、まあ、今回は実刑じゃなくて執行猶予にしましょうかみたいな、なんかそういう流れの時に使われるフレーズですね。じゃあこういったパターンでは全然関係ない感じはしますよね。今回はそうですね。ああ、はい、そうなんですね。すごくたくさんの事件とか事故を見るじゃないですか。どの死亡事故も悲惨なんですよね。年間3000件4000件で死亡事故がある中で、どの事故もやっぱりすごく痛ましい事故で、今回は特に亡くなられた被害者の方が全く落ち度がなかったっていうところとか、母子ともにというところとか、あとはその飯塚氏の態度とかですよね、そういうところでちょっとすごく世間の耳目を集めてっていうところなんでしょうね。質問ありましたけど、回答ありがとうございました。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。本日は池袋暴走事故とその後の部分でございました。今ね、岡野武先生にこう聞いた中で、やっぱり僕たちとか世間の声とは、まあ、違う意見というか、弁護士から見た状況とは、まあ、ちょっと違う部分だったりとか、あとは逆に納得できたなと、理解ができたなという部分も結構多かったんじゃないかなというふうに思います。ただやっぱり謝罪を行わないというところ、こういった事故を起こした後の姿勢というのがおかしいなっていうのはすごい感じましたよね。どんな地位についても、まあ、どんなにお金持っていても、自分のミスは自分でしっかり償う姿勢を見せるということがね、大事なんじゃないかなと思いますね。これに関してはすごい当たり前なことなんですけどね、今後この事件がどのような終末を迎えるのか、飯塚氏と弁護士がどのような出方をするのかというところですね。ただやっぱり一番は被害者遺族の方が少しでもね、あのできるような結果になることを祈ります。はい、というわけで今日は以上です。繰り返しになりますが、岡野先生ありがとうございました。先生は YouTube の方でも法律の解説だったりとか、身近に人も犯罪だったりとかを解説してますんで、若い方も非常に見やすいかと思います。法律などに関する悩み疑問ある方はね、チャンネルチェックと登録お願いします。それではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。